はい、ありがとうございました。じゃあ、須田先生、真ん中で群馬国際園の生徒さん、はい、じゃあ、座ってください。はい、外で上映するのは初めてで、今日、ね、皆さん緊張したんですけど、去年6月にブラジル人、我々は群馬から来まして、ブラジル人の方が非常に多い地域で、ブラジル人学校も2校ぐらいあるんですね。それでちょっと声かけて、一緒に映画を作りませんかという、高校生同士、まあ、中高生同士でどうですかって言ったら、非常に喜んでくれて、なかなか交流がですね、日本人との交流がなかなかないということで、なんかそういう政策を通した交流っていいですねって話になってくれたのがきっかけで、やりました。で、2日間でですね、土日を使ってやってもらって、LGBT の方は私の授業の方でドキュメンタリーでやってくれたんですけども、それ以外は今回ブラジルもやったんですけども、ちょっと話聞いてみたいと思いますが、まあ、ちょっと私の方からどれもすごく、ね、面白いなと思ったんですけど、最後のなんかは音がですね、セリフも何もないし、とにかく場所がお寺さんでやりましょうということが与えられて、2日間でテーマはね、ビヨンドビハインドだよと、超える、あるいはその後ろへという、ちょっと意味の取れない抽象的なテーマなんですけども、それで考えましょうということでやったんですが、例えば彼ノイズ作ったんですけども、どういうふうにストーリーを思いついたんですか。先ほど小田先生がおっしゃったように、テーマがビハインドビヨンドという抽象的なテーマで、これをもとに、2日間という限られた時間の中で、あんまりどうストーリー作ればいいか分からなくて、セリフもどう書けばいいか分からない中で、言葉も通じずにあまり、コミュニケーションがうまく取れない中で、じゃあ例えば、じゃあこのお寺の中でそのビハインドビヨンドを表現できるモチーフって何だろうみたいな話をして探して、じゃあ鐘は面白いねってなって、じゃあ文化の違う人たちが鐘でつながり合うっていうのを表現してみようかみたいな話をして、自然とああいうストーリーが出来上がりました。で、セリフをなくしたのは、セリフを書いそのセリフをまず書く時間があまりなかったのと、セリフを言語が通じずの、どの言語でセリフを書けばいいか、共通の言語が見つからなくて、どうしようかと考えていたところ、なくてもいいじゃんっていうことになってなくしました。非常にコンセプチュアルで面白いなと思ったんですけど、さっき話したら中学2年生の諏訪先生を挟んで2人とも中学2年生、あと高校生なんですけど、中学生も参加してくれて、サラさんがさっきちょっと質問がいいですかって言ったんで、さっきの質問、諏訪先生に。諏訪監督は、なぜ小中高生に、映画を教えようと思ったんですか。映画をね、教えてないんです。多分これね、僕が映画を教えてるつもりはほとんどないんです。で、みんなと一緒に、まあ、映画をみんなが映画を作るところにこう立ち会っていることで、自分が得をするからやってるんです。自分のためにやってると言ってもよい、はい、映画ってこういうふうになるんだとかですね、みんなが映画に出会う瞬間を、まあ、に立ち会っていることで、自分がいろんなことを気づく、映画について、理解を深めると、まあ、僕の映画教室でもあるという感じですかね。だから自分は常にこう新たにいろんなことを考えることができるんですよ、みんなとやってるとね。それが一番大きいと思います。それが なかったら多分やってないと思います。、はい、せっかくですから諏訪監督に質問
とかね。はい、神谷さん。あの小田先生が監督として作った映画、作成した映画に出演させてもらったんですけど、はい、あのその時に思ったんですけど、こう演技、あこの人演技してるなって思われちゃう演技だったんですね。それであの嘘っぽくならない演技をするにはどうしたらいいですか。なんかですね、あの最初に風の電話って映画を見てもらったじゃないですか。であれに出演してくれたのが本浦セリナさんっていうあの女優さんなんですね。女優さんといってもまだあのこの間ブラック拘束とかに出てたかな、ブラック拘束っていう映画にも出てましたけど、彼女は面白いこと言ってて、まあ、今ちょうど映画公開前なのでいろいろこうインタビューを受けているときに、まあ、西島秀俊さんとか三浦友和さんとか、まあ、ベテランの人たちと共演したわけで、まあ、彼女は、まあ、あのまだそんなにまだ21歳ですから経験がないんですね。で、西島さんと共演してどうでしたか、どんな話しましたかって言ったら、私西島さんとほとんど話してないんですって言うんですよ。だけど春は話しましたって言うんですよ。春っていうのは自分が演じてる役名です。春は話したけど私は話してないんですよって言うんですよ。彼女を見てるとなんかこうどっかに役があって、その役をこう演じます、どう演じようか、どういうふうに演じようかっていうふうに考えてるんじゃなくて、自分自身がまあその人であるっていうかね。そうやってまあ口で言うのは簡単ですけど、なかなか難しいですよね。でも僕はね、まあこれはみんな一人一人違うと思います。役者さんっていうのは一人一人違うんです。だからみんなやり方が違うし、こうすればいいっていう答えはないわけなんですね。でみんな一人一人違うように役者さんも違うわけなんです。役者さんっていうのは自分自身しか資本がないわけなんですよね。でこういうふうに、こういう時はこういうふうにすればいいっていう教科書もないんですよ、実はね、と思います。だけど映画に映る時とか映画の中で演技するっていう時は、映画の中にはいろんなものが映っているわけですね。で舞台にいる時と映画の中にいる時はやっぱりちょっと違う。で舞台にいる時っていうのは、僕たちはこの舞台にいるんだけども、そこは海であるとか山であるとかいうふうに思うわけでしょ。そういうふうに舞台空間っていうのは見る人がそういうふうに想像してくれるわけですけど、映画っていうのはいろんなものが平等に映ってるわけなんです。だから自分がどう演じようかじゃなくて、自分の周りに何があるのか、自分の前に誰がいるのか、この人は一体何をしているのか、どんな声で喋っているのか、そういうことに関心を持ってないとその人と存在しないことなんです。頭で考えてばっかりいると、どう演じようかなって考えていると、僕たちそうやって生きてないでしょ。普通はあまりそういうこと考えてないじゃないですか。今も考えてないよね。でそういう状態になるっていうかな、自分を開いていくっていうことが必要なんじゃないかなとは思うね。これなんかそういう時間。ありがとうございます。会場の皆様からありますか、どうでしょうか。はい、すみません、ありがとうございました。私自身は中高の英語教員をしていて、英語の授業の中で映画を撮らせるという取り組みをやっています。ですごい何だっけ、皆さん の活動がすごい参考になったので、ちょっと生徒の皆さんと先生にちょっとご質問させてください。ブラジルの何だっけ、ブラジル人学校との、交流ということだったんですが、その後生徒の皆さんの中で、その今それまでのブラジルの方だとか海外の方とへのその視点
とその映画を撮った後での、視点の変わり方、関わり方の変わり方が何か変化があったのであればそれを教えていただきたいなという点があります。あと、先生への質問なんですが、総合的な学習の時間での、実践ということで、多分私は教科教育ですが、多分導入に対して多分すごく大変だったこともあると思うんです。でその課題が、どんなことがあったかという点と、もう一つはその写真絵コンテだとか、かなり体系だって授業に取り組まれていることということなので、そういった講師というか、それは全部小田先生がなさっているのかというのを教えてください。じゃあまず皆さんの方からいきますか。何か変化あったかな。はい、じゃあどうぞ。変化という質問に答えられるかすみません、分からないんですけど、うちのと学校の近くに大泉町っていうブラジル人コミュニティが多い町がありまして、ものすごくブラジル人が多い町に住んではいるんですけど、ブラジル人ってみんな、ポルトガル語学校に行ってしまうので、実際に大勢いながらあまり接点がないんですね。でそういう接点を映画を通して、ブラジル人の生徒と初めて会話をしたことで、あまり意識することのなかった存在とか仲間に気づくことができて、僕はその今知り合ったこと今でも連絡を取ってるんですけど、まあ、偏見というかもう偏見もなかったゼロの状態からその、友情が生まれるというようなことがありました。あとね、そのブラジル人になってすごく良かったなと思うことが、いっぱいあったんですけども、またちょっと神尾さんになっちゃうんですけども、最初はすごく日本語喋れない、たまたま日本語全く喋れない子供たち3人と、彼女は英語喋るんですけども、英語と日本語しか喋れない子で、ちょっと困っちゃったことあって、最初ちょっとなんかもう辛いみたいな感じだったんですけども、ちょっとお話した後に急激に変わったんですね。でその時のエピソードを聞いた時がすごく感動したんですけど、ちょっと話してくれない、みんなに。その日本語が全く喋れない3人の中で1人だけこうで、その3人も1人は英語が通じるんですけど、あとの2人はもうポルトガル語しか通じなくて、最初にその英語が分かる子にこう英語でこうしたいっていうのを説明するんですけど、こうあとはもうその3人でずっとポルトガル語で喋ってて、なんか壁ができちゃったんですよね。でなんかで2日間の中のうちの1日目はもうずっとそんな感じの状況で、2日目になってなんとなくその3人とも女の子なんですけど、女の子の方からこうちょっと喋りかけてくれる感じで、こう身振り手振りでこう説明してくれてるうちに、こうなんて言うんだろう、意思疎通じゃないですけど、こうなんかこう伝わってくる感じがして、こうなんていうか、自分がこうなんていうんだろう、壁を作っちゃったのかなみたいな気持ちになって、自分からもっとこう積極的にこう話しかけるっていうか、もっと自分の意思っていうのを表さないと通じないんだなっていうふうに思いました。最初僕のところに来た時に、いやもう先生ちょっともうこれ日本語喋れないし、もうちょっと辛いですみたいな感じで来て、もうちょっと頑張ってちょっとなんとかできないのって言ったの、いやもう無理ですみたいなことを言ってて、でその時の理由が、いやもう日本人の子たちと話す意思もないような感じがするっていうふうに最初言ってたんですね。でなんかじゃないけど2日目になんかだんだん仲良くなってきて、最後終わった時に先生あれ間違ってましたっつって。ね、私が壁を作ってましたって言って、私が多くなったら映画できましたって言ってくれたのがすごくやってよかったなというふうに思ってて、でこれもなんかその教育 の映画の可能性かなというのはちょっと感じたのがすごく印象的だったんですね。で僕の話になると、その総合学習で映画を やるっていうのがあるんですけど、もともとがですね、学校で目玉になるようななんか面白いすごいことをやれという私立学校なんですね。私立学校で、理事長の方がそういうお達しが来てですね、それで誰もなかなか手を挙げない状態のところに、これはチャンスだと思って、もともと映画やりたかったんですよ。で最初なんかそういうこと言ったんだけど、なんかやっぱり理解なかなか得られなくて、いやそれは遊びだろうとか
それはクラブだねみたいになっちゃうんですけど、僕は教育に生かせようと思ったんですね。でそういうチャンスがあった時に、いやもうこれやらせてくださいって言って、なんだって言うから映画って言って、でじゃあ実際どうなんだっていう時に、いやこれは教育的にプログラムできるし、海外ではそういうね、フランスもそうですけどもあるからできますって言って、それで、まあ、やっぱり自分一人でね、なかなかやるのもあれですから、ちょっとお便りしたのが諏訪監督でして、ちょっとどんな形でやったのが教育的にいいのかっていうことをまず相談させていただいて、すごくプログラムに指導ご指導いただいてですね、それで形作っていったという、形でやっております。また詳しい話は後でもしよければと思います。そしたらですね、もう時間も、あれなんですね、ということで、次の、3部に移りたいと思います。でちょっと机も移動の時間がちょっとだけあるんですけども、すぐ始めたいと思いますので、よろしくお願いします。では諏訪監督、上宮さん、ありがとうございました。